はい、おはようございます。今日は久しぶりの Vlog、久しぶりでもないか、Vlog です、2020年、明けましておめでとうございます。2020年初めての、Vlog になるわけなんですけれども、今日はですね、新年初、ジムということで、ちょっとこれからジムの方に行っていきたいと思います。まあ、今日はね、普通のもうなんかゆるい Vlog になるかなと思うんですが、最後までお付き合いください。じゃあ行ってきます。ちょっとジムに向かってるんですけれども、今日行くジムは陸上競技場ですね、市営の、ジムになります。250円で、もう1日使い放題っていう、しかもシャワーも浴びれるっていうめちゃくちゃいい、ところです。まあ、車でね、だいたい10分ぐらいのところに、あるので、まあ、ゆっくり向かってるんですが、今日は1月の3日ですね、まだ、正月の三が日が、三が日の、まあ、最後、正月気分の、まあ、最後の日ですね。新潟ずっと雨降ってるんですけれども、今日もね、なんかめちゃくちゃあんまり天気はいいか悪いかで言ったらそんなに良くはないんだけれども、雨は今止んでます。でちょいちょいね、あの青空少し見えてて、ちょっと気持ちいいかなっていう。あっという間だね。あっという間になんかその新年モードも、終わって、すぐ年明けから、仕事も始まりますし、そんなに正月といってうかうかしてられないかなと、思います。特にこの三が日は特に何もすることもっていうか、まあいろいろしてはいたんですけれども、まあそれこそ動画編集だったり、動画を撮ったりだとか、そんなようなことを、していました。で特になんか飲み会に行ったりとか飲みに行ったりとか全然せず、基本的には家にいた、正月でしたかね。まあでもいい正月を過ごさせて、いただきました。一応初詣もね、行ったんですけれども、まあ、最近ちょっとこの、正月ボケじゃないですけれども、正月でも昼夜逆転してる生活なので、夜中に初詣行ったんですけど、まあ、まさかの、まあ、夜中の、まあ、言っても神社っつったら、なんかちょっと厳かな感じするじゃないですか。だからなんか、怖くて、だから中までね、入れなかったんですよね。だから途中で、途中でっていうか、もう一番最初の鳥居のところで記念写真だけ撮って、帰ってきました。はい、ジムに到着しました。なんかね、初詣のお客さんでめちゃくちゃ混んでる。すげえ。で、なんか入ってきた時に、ジムがやってないんじゃねえかっていう疑惑があったんだけど、やってました。よかった。じゃあこれからちょっと、トレーニングしていきたいと思います。中は撮影できないので、また終わったら、撮影していこうかなと思います。じゃあ行ってきまーす。2000 years later。 よいしょ。終わりました。帰ろう。疲れた。めっちゃ疲れました。結構ね、三が日最後の日なんだけど、結構ね人いましたね。雨だ。よし、はい、筋トレ終了です。新年初、筋トレということで、今ねカメラこうやって手で持ってるんですけど、めちゃくちゃプルプル震えるんですよね。かなりちょっと久しぶりなんですけど、がっつりやっちゃいました。今日は上半身を中心に、胸、肩、三頭筋、ですね、上半身を中心にトレーニングしてきました。これから、帰ってなんか食べます。ちょっとお腹空いたんでなんか食べようかなと思いますが、いや運動気持ちいい、めっちゃ気持ちいいね。やっぱね、いろいろねちょっと音楽聴いてやってたんですけれど、あのね90年代のヒットソングメドレーっていうアップルミュージックのプレイリスト聞きながらやってたんだけど、あれだね、やっぱ本当に筋トレと、筋トレをやってテンションが上がる曲と上がらない曲ってあるんだねと思ってて、
まあ、ゆっくり聴いてみようということでいろいろ聴いてたんだけど、テンションが一番上がった曲なんだと思いますか？はい、90年でめっちゃテンションが上がりそうな曲、はい、これはですね、TRF の Easy to Dance が一番テンション上がりました。その次はね、Won't Be Long でした。意外とああいう感じのちょっとノリっていうのはなんかリズムというかね、筋トレをするリズムがなんか良くなる感じだから結構乗れましたよ。意外とね、あのミドルテンポなんですけど、ミドルっていうか結構ちょっとスローテンポな感じだと思うんですけど、一番テンション上がんなかったのがドリカムのラブラブラブだったかな。ちょっとなんかあれだね、癒されちゃった感じっていう感じでした。だからなんかああやってね、いろんな音楽と筋トレっていうのも結構なんだろう、関係性があるというか、まあ、人間のそのテンションっていうのかな、その関係があるのかなと思いました。はい、じゃあ帰ります。はい、じゃあですね、今日帰ってきました。いや、久しぶりの筋トレだったからね、もう本当に肩がパンパン、肩っていうかもう上半身がパンパンなんですけれども、帰ってきました。これからですね、ちょっとお腹すいたんで、ご飯作っていきたいと思います。はい、ですね、ちょっとご飯を作りました。これは鶏ささみですね。鶏ささみに、ちょっと塩コショウで下味をつけて、でその周りに小麦粉をですね、ちょっとまぶして、で、フライパンで、炒めたっていうようなものです。これね、めっちゃ美味しい。油も少ないし、ささみなので、脂質も少ないので超ダイエットに効きます。これね、あんまり僕揚げ物は食べないようにしてるんですけれども、ほんとこれね、なんつうんだろう、チキンナゲットみたいな、感じな感覚で食べれますね。あとこれがね、これなんだ、アスパラですね。でこれがですね、業務スーパーで売ってるトルティーヤ2枚です。これめっちゃうまい、安いしうまいし、おすすめです。いただきます。今日はですね、題名にもある通り、僕がいつも使ってるこのギブソンのレスポールについて説明をしていこうと思ってます。ということで、僕がですね、もうめちゃくちゃ愛用しているこのギブソンのレスポールは、よくね、どんなレスポール使ってるんですかっていう質問がめちゃくちゃ多く、ありますので、今日はその紹介をしていこうかなと思っております。僕が使ってるですね、このギブソンのレスポールというのは、ギブソンのヒストリックコレクションということで、58年の、レスポールスタンダードのリーシュを、使用しております。で、1996年製ですね、1996年製で、1996年の9本目に、作られたレスポールです。後ろのこのシリアルナンバーを見れば分かるんですけれども、そのレスポールになっております。これね、はい、でまあね、ちょっといろいろ改造も施してあって、その部分の説明もしていこうと思ってます。ね、このギターはね、もうね、まあ、僕ってあんまりね、ギターは、いっぱい買ったりしないんですよ。どっちかっていうと、一つのギターを引き込みたい、修理をして使ったりだとか、一つのものを長く、使い込みたいタイプなので、実はそんなに僕ギターって買った経験がないんですよね。この前にもアイバディの J カプスタムっていうギターを使ってたりだとか、あとはまあストラトを使ってた、フェンダーのストラトを使ってたりだとか、テレキャスターを使ってたりっていうことはあるんですけれども、いや多分その辺にいる、まあギタリスト、プロギタリストもそうですけれども、ギタリストの方よりは、実は僕そんなに、ギターを特価引っ換えしてないんですよ。でこのレスポールに関しても、僕が20歳の時だったかな、専門学生時代に、ローンで、買ったレスポールになります。当時も中古で、僕買いました、楽器屋さんで。約ですね、当時のでも価格で言うと25万円ぐらいだったのかな。まあ今はね、ギブソンってすごいやっぱ高くなっちゃってますけれども、当時はまだね、中古でヒスコレ、もう割と安い値段で出てました。で、当時ついてたのが、リアとフロントにね、トム・ホームズですよ。当時もう大体6万円ぐらいするピックアップで、この二十数万円のギターに6万円のこのピックアップがついてて、めちゃくちゃ買いじゃんと思ってすぐね、買った記憶があります。で、フロントに、57クラシックかな。あのギブソンの57クラシックが、乗っかっていた、レスポールになります。今はちょっとね、ピックアップも改造して変わっているんですけれども、ちなみに今は、こっちがね、
サーの、サーのダグ・アルドリッチモデルのを使ってます。ダグ・アルドリッチモデルを使ってます。でフロントがもともとこのリアについてたトム・ホームズを乗っけてるっていうようなものになります。このギターはね、一回ねネックを折っちゃってるんですよ。見えるかな、これ、はい、ここね、ここやっちゃいました。一回ね、これね、ハードケースのままね一回倒したことがあるんですよ。で、ハードケースが倒れてうわっと思ったんだけど、で、すぐ中開けて確認したら、まあ、案の定ここにひびが入っててうわーみたいな、ちょうどね、レスボールを買って約1年ぐらい経った時だったかな、めちゃくちゃへこんだの覚えてます。まあ、なんですけれども今こうやってね、あの綺麗に、補強もされて、治っておりますので、まあ、非常にねバランスのいいギターなんですよね。レスポールって結構重いイメージあるじゃないですか。これね全然重くない、まあ、何キロあるかはちょっとすぐ分かんないんだけど、まあ、測ってみますね。でしかもこれね、まあ、今やんないですけど買った当初こうやって立つギターなんですよ。こうやって、まあ、よくそれ実験したなと思うんですけど、でサウンドの方はもうザ・レスポールっていうサウンドかな。とにかくね生鳴りがすごい。すごいな、これ本当に買う時も、楽器屋さんで試奏する時にまずこの生鳴りがすごい良くて衝撃を受けたの覚えてる。このボディに空洞があるんじゃないかってぐらい鳴りが、アコギかっていうぐらい生音がめちゃくちゃ綺麗。動画でこれ伝わるかな。すごい綺麗なんですよ。なのでまあぜひ、ね、ギター買う時とかも生音をチェックしてみるといいかもしれないですね。で、まあリアの音、ちょっと分かりすぎかな。THR のこれ10だな、THR を使って、音を出しております。
クニカル系なことをやりたいから、アイバニーズを使ってたんですけど、だからレスポールって結構敬遠してたんですね。でも俺が結構好きな、憧れてるギタリストって大体レスポールを使ってることが多くて、ペイジとかスラッシュとか、あとはザックワイルドとか、大体僕が好きなギタリストってレスポールを使ってることが多いんで、レスポール使いたかったんですよ、ずっと。なんだけど結構技巧派というか早弾きをやりたかったから避けてた部分があったんですが、まあやっぱね、楽器屋さんで試奏したらこのレスポールのこのネックの細さっていうか、まあ、薄くはないけどここが細いかな、この距離が結構細く感じるから非常に握りやすい。この手のちっちゃい俺が弾いても弾きやすいから、はい、腰もね弾きやすくてめちゃくちゃいいです。めちゃくちゃいいって言い方も変だけど、だからレスポールを使いたいんだけど、でも早弾きをやりたい、だからなんかちょっとレスポールのネックは大丈夫かなっていうのが心配がある人はぜひいろんなレスポール弾いて探してみてほしいです。多分そういう当たりのレスポールというか自分に合うレスポールもあると思いますので、そういうのを探してみるといいかなと思います。なんか説明すべきところかな、ここのコントロールノブはちょっとこれハットノブ、ここだけ、変えてます。ちょっと中途半端かもしれないけど、そんなような変え方してます。このピックガードは気分によってつけたり外したりしてます。まあ、基本はねつけてることが、やっぱつけてる方がなんか色合い的にもかっこいいかなと思います。あとここね、書いてます、ね、ここも、ね、割れちゃったんだよね。レスポールってここがすごい割れやすくて、もうね2回ぐらいも割っちゃってるのかな。だからもう割れないようにっていうことで、ギブソンとかこの社外品の、プレート、アルミ製のプレートを使ってます。で裏はこんな感じ、まあシールとかいうのね、フェラーリのステッカーとか、こういうのステッカーもここもね、わかるかな、これバックル、ベルトのバックルでめちゃくちゃ傷がついてる、ここの下とかも。まあでも僕、ここも、あ、違う、こっちか、こことかひどくない、もやもやね、もうね、まあ、見えるか。まあでも僕ってあんまりギターをっていうか、ギターはもうすげえ綺麗にピカピカの状態で使うっていうよりは、どっちかっていうともうめちゃくちゃ使い込んだ感じにするっていうのが好きなので、もうこういうのはこのままにしてあります。でこういう傷を見て、あ、俺こんだけギター弾いてきたんかみたいな。